あのサッカーで、はい、11人しかいません、サッカーはそんな上手くない、うん、って言ったらどのポジションを守るんですか。フォワードですかね。フォワードですか。はい、そ、なんですか。下手なやつが後ろにいたら点取られちゃうじゃないですか、はい、サッカー点取られなければ負けない、負けることないんで、まあその選手がラッキーボーイになる可能性だってあるわけですよ。で100回外しても101回目で決める。そうですそうですそうです。まあでも普通に考えるとフォワードですね、はい、僕はもうサッカーの人いろんな話聞いていくと、うん、僕もフォワード寄りになってきてるんですよ、下手な人は、はい、武田さんみたいな。やめてください。僕らも、僕らも言ってないですよ。やめてくださいよ。まあ確かに、うんうん、フォワードですよ。でもやっぱり僕はトークはやっぱフォワードぐらいアグレッシブにいかないと、でも武田さんの名前を出したのは今あのロングシュートが入った感じの本当ですか。そうなんですよね、はい、武田さんあの地元の先輩なんで、はい、ちょっといじっても大丈夫かな。すいません武田さん、すいません